今年エリートでもタイトルを獲得、ジョアルスペルサイクリングチーム小林あかり選手。プレゼンターはドイツ代表商品日本製作商品で深い層プロレユーフェが参加します。まずはトップに返りました小林あかり選手に金のメダルが贈られます。笑顔です。続いて第2位のチームラスト川口浦原選手に金のメダルが贈られます。続いては第3位エレックスマウンテンバイクチームエリート橋口亮子選手に銅のメダルが贈られます。会場を走ること自体が4年ぶりだったので、この会場では何回かタイトルを取っていて、今回もこうやってタイトルを取ることができて本当に嬉しいです。昨日のことと今日のことはちゃんと自分の中で切り替えて走ることができたかなっていうふうに思ってるし、今日は自分の走りがしっかりできたので良かったなっていうふうに思ってます。で、今年の目標はまずアジア選手権で女子エリートで優勝するっていうことが目標で、後々オリンピックでしっかり、入賞できるような走りができる選手になりたいなっていうふうに思ってます。今日は天気の悪い中たくさんの応援ありがとうございました。正面メディアの方を中心にご覧ください。お願いします。お願いします。最高の笑顔です。
めでとうございます。続いては第2位、澤田土岐選手に銀のメダルが贈られます。おめでとうございます。最後すさまじい追い上げを見せましたね。平林愛選手には銅のメダルが贈られます。おめでとうございます。今日は皆さん応援ありがとうございました。僕のやっぱ今年の最大の目標はアジア選手権を勝つことなので、まあ、2日間勝つことはマストと自分で思ってたので、それをしっかり実行できたのが良かったです。まだ僕はワールドカップとか出てるんですけど、やっぱ思うようには走れてないんで、まあ、そこで自分の目指す走りをできるようにと、アジア選手権で絶対勝てる力をつけていきたいと思っているので、また応援よろしくお願いします。ややこしい。メダルを顔の横に持ってってもらって。症状は？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